コールターカウンターとは、電解液中に懸濁している粒子の数と大きさを計測する装置である。細胞、バクテリア、幻覚細胞、ウイルスのような粒子の測定に使用されている。一般的なコールターカウンターは、電解液を含む2つの区画に分かれており、その区画は、1つまたは、複数の細胞を設けた仕切りで隔てられている。粒子、 または細胞を含む流体が最高を通過すると、最高粒子が通過した時に、電解液の電気抵抗に短時間の変化を引き起こす。コールターカウンターは、この電気抵抗の変化を検出する。コールター原理、粒子が最高を通過した時に、電気抵抗が変化する。その変化の大きさが、粒子体積に比例する。コールター原理とは、以下のようなものである。 開口部を粒子が通り抜けると同時に電流が発生しインピーダンスが変化する。その変化は開口部を横切る粒子の体積に比例する。このインピーダンス変化のパルスは粒子によって引き起こされる電解質の置換から生じる。コールター原理という名称はその発明者であるウォレス H コールターに由来している。この原理は医療産業、 特に血液学で商業的成功を収めており、全血を構成する様々な細胞の数を数えたり、大きさごとに分けるのに応用できる。導電性の低い粒子である細胞は、導電性細胞の有効断面積を変化させる。これらの粒子が周囲の液媒体よりも導電性が低いと細胞を横切るときに電気抵抗が増加し、 結果として流れる電流が一時的に減少する。このような電流変化のパルスを監視することによって、ある決まった体積の流体中の粒子数を数えることができる。電流変化の大きさは、粒子の大きさに関連するので、粒子系分布を測定することができ、それは移動性、表面電化、及び粒子の濃度に相関しうる。今日、コールターカウンターは、 病院での検査になくてはならない装置となっている。その主な利用は全血球算定の迅速で正確な分析である。CBC は体内の白血球と赤血球の数、または割合を決定するために使用される。以前のやり方では血球染色剤を準備し、光学顕微強化で各種類の血球を手作業で数えており、これには通常三十分を要した。 コールターカウンターは、塗料、セラミック、ガラス、溶融金属、食品の製造など、様々な用途で利用されている。これらの分野では、例えば、原料の流度分布が揃っているかの確認を、行うために用いるなど、その品質管理のために日常的に使用されている。コールターカウンターは、史上初のセルソーターの開発において、重要な役割を果たし、 フローサイトメトリーの開発の極初期から関係していた。今日でもフローサイトメーターの中には細胞の大きさや数に関して高精度の情報を提供するためコールター原理を利用しているものがある。多くの研究者がコールター原理に基づく様々な機器を設計し、これらの機器で測定したデータを掲載した査読付き論文を書いている。これらの装置のいくつかは商品化されている。 コールター原理を機器に実装する場合、機器製造の信頼性は、感度、ノイズ遮蔽、溶媒適合性、測定速度、サンプル量、ダイナミックレンジとの間で、トレードオフの関係にある。ウォレス H コールターは、コールター原理の様々な実装例を特許取得した。米国特許、第2656,508号に、掲載の図。 ウォレス・ H ・コールターは1940年代後半にコールター原理を発見した。コールターは広島と長崎に投下された原爆に触発され核戦争の際に必要とされるであろう。結球分析を大勢の人々に対して迅速にスクリーニングできるようにするため単純化し改良しようと借り立てられた。 このプロジェクトの資金の一部はアメリカ海軍研究局から助成された。モデル A コールターカウンター。最初の市販装置コールター原理は電場内を移動する粒子がその場で電気的に測定可能な乱れを引き起こすという事実に依存している。この乱れの大きさは場内の粒子の大きさに比例する。ウォレス H コールターはこの現象を実用化する場合のいくつかの 必須要件を明らかにした。粒子を導電性液体に見学させる必要があること。電灯中の粒子の移動が検出可能な電流の変化を引き起こすように物理的に電場を制限する必要があること。粒子は一つずつ物理的に狭められた部分を通過するよう十分に希釈される必要があること。以上の条件を満たすことで 複数の粒子が同時に通過するような計測上の不適切な結果を防止する。コールター原理は様々な設計で実装できるが、市販のコールターカウンターで採用されている方式は以下の2つである。それはアパチャー方式及びフローセル方式である。さきの特許にはコールターが考案した他のいくつかの方式が掲載されている。アパチャー方式は 市販のコールターカウンターでよく使用されている。この方式の装置では特別な製造工程によって作成された宝石でできたディスクに所定のサイズの最高を開ける。この最高を設けたディスクはガラス管壁にはめ込まれる。このように製造加工されたガラス管は一般にアパチャーチューブと呼ばれる。計測中、アパチャーチューブの最高ディスク部を完全に 電解液中に沈め、チューブ内が液体で満たされるように設置される。電極はアパチャーチューブの内側と外側の両方に配置され、そうすることで電流が最高を通って流れることが可能になる。真空ポンプを使用してチューブの上部の気圧を下げることにより、最高から液体が吸引される。その後、アパチャーチューブの周囲に満たした。 導電性の液体にゆっくりと分析サンプルを加える。測定開始時に電状が加えられ、ポンプは細胞を通して、資料を適切に希釈して作成した見学液をチューブ内に引き込み始める。粒子が細胞を通過するときに発生した電気的変化のパルスを記録することによって、測定データが収集される。アパチャー方式の基本となる物理的設定は、 全てのコールターカウンターで一貫しているが、データ量と品質は装置に実装されている、信号処理回路の品質に大きく変化する。例えば、ノイズの指揮がより低く、ダイナミックレンジがより大きい増幅装置は、システムの感度を上げることができる。同様に、可変データ区間幅を有するデジタルパルス波工分析器は、固定データ区間幅を有するアナログ分析器とは、 対照的にはるかに高い分解能のデータを与える。さらに、コールターカウンターをデジタルコンピュータと組み合わせることによって、様々な電気的変化特性を持ったパルスを計測することが可能になる。一方、アナログのカウンターでは、通常、電気的変化のパルスについての情報量はかなり、限定される。フローセル方式は、血液学機器、時には、 フローサイトメーターにおいて最も一般的に採用されている。この方式では電極が流路の両端に組み込まれており、電状は流路ロを通して印加される。この方式はアパチャー方式に対していくつかの利点がある。アパチャー方式が単一の解分式であるのに対し、フローセル方式の配置はサンプルの連続分析を可能にする。 さらにフローセルを使用するとシース流を発生させるのに役立ち、これにより粒子は流路の中央に集中して流れる。この結果、粒子をレーザーで精密に調査するようなことを同時に実施できる。これに対してフローセル方式の主な不利な点は製作費用が高価である上に通常は流路幅が固定されてしまうことである。流路幅を変えられない場合は、 その装置で正確に計測できる粒子の大きさの範囲が限られてしまう。一方、アパチャー方式では最高のサイズを変えたディスクを用意することで、広範囲の最高サイズを用意できる。干渉液中のコールターカウンターの先端、溶液中の細胞を係数する。資料の濃度が非常に高い場合は、複数の粒子が同時に最高に入り、異常な電気的変化のパルスが発生する。 可能性が上昇する。この現象は同時計測として知られている。これは単一の大きな電気的変化のパルスが単一の大きな粒子によるものか複数の小さな粒子が同時に最高に入ったことによるものかを区別する方法がないために起こる。これを防ぐために資料を適切に希釈する必要がある。発生した電気的変化のパルスの形状は 最高を通る粒子の経路により変化する。電解密度が最高の直径に沿って変化するため、パルスの形状に肩が現れたり、他のノイズが発生する可能性がある。この変化は、電情が物理的に狭められていること、及び流速が最高の半径方向位置の関数として変化すること、という二つの事実が起因している。フローセル形式では、シース流により、 各粒子がフローセルを通って、ほぼ同一の経路を確実に通過するので、経路差による測定への影響は最小限に抑えられる。アパチャー方式では、粒子経路の違いから生じる目的パルス以外のノイズを補正するため、信号処理アルゴリズムが使用される。同電性の粒子は、コールター原理を検討しようとする研究者にとり、共通の関心事である。 導電性粒子の計測にコールター原理が適用できるのかという点は科学的に興味深い疑問を提起するが実際には実験の結果に影響を与えることは滅多にない。これはほとんどの導電性材料とイオン性液体との間の導電性の差が非常に大きいため導電性材料ですらコールターカウンターにおいては絶縁体のように作用するためである。なお、 このデ位障壁を破壊するのに必要な電圧は、絶縁破壊電圧と呼ばれる。非常に導電性の高い材料では、計測に問題が生じるので、コールターカウンターによる、計測中に使用する電圧を、絶縁破壊電圧よりも下げることによって対応する。なお、絶縁破壊電圧に達しない適切な電圧がどれ、ほどなのかは、装置の使用者が、 経験的に決めることで十分対応できる。電状の乱れは、最高中に粒子が来たことよって置き換えられた。電解質の量に比例するので、コールター原理では、物体の体積も測定できる。ただし、多項質の粒子が来ると、見かけのサイズに比べて、体積は少なく計測される。というのも、コールター原理は、三次元で、 対象物によって変化した体積を測定するからである。これは見かけのサイズなど直接見れば明らかなので、顕微鏡、または対象物を二次元と境界線で観察する他の方法の光学測定に慣れている研究者にはいくらか理解しにくいかもしれない。これを理解するためにはスポンジを考えるのがわかりやすい。湿ったスポンジは非常に大きく見えるが、 それと同じ寸法の個体よりずっと少ない液体しか置き換えない。したがって、コールター原理では多項質粒子は同サイズの非項質粒子よりも体積が少なく計測されるのである。研究室や細胞実験室にあるコールターカウンターで直流がよく使用されている。直流を用いて測定することは粒子によって引き起こされる電気的変化のパスルをうまく 検出するのに有利であり、しかもデータ取得及び処理を単純化できる。しかしながら、細胞膜の特殊な性質のために、交流を用いた測定が、例えば臨床血液学機器において使用される場合もある。低い周波数の交流は直流測定と本質的に同じように振る舞う。中間の周波数では、細胞の原型質膜が分局することがあり、 静電容量が低下する。しかし、高周波数になると、細胞膜はその分極を失い、電流変化のパルスは、細胞質についての情報を提供する。コールターエレクトロニクス社製のコールターカウンター、コールター原理の最も成功した重要な用途は、人の血液細胞の特性評価である。この技術は、様々な疾患を診断するために使用されており、 赤血玉数及び白血玉数並びに他のいくつかの一般的なパラメータを得るための標準的な方法である。蛍光標識や光散乱などの他の技術と組み合わせるとコールター原理は患者の血球の詳細な分析結果を計測するのに役立つ。血球の細胞数のカウントに加えてコールター原理は多種多様な細胞を数えるための最も信頼できる。 実験方法として確立されている。例えば以下が挙げられる、バクテリア、脂肪細胞、植物細胞凝集体、肝細胞肺様体。これらの技術は標準化されており、ASTM 規格として発行されている。コールターカウンターモデル ZK。コールター原理は、細胞研究以外の用途にも有用であることが、証明されている。その原理が粒子を個別に測定し、 いかなる工学的性質からも独立しており、非常に敏感であり、そして非常に再現性があるという事実は、多種多様な技術分野に適用可能性を広げている。TRPS コールター原理は、ナノ粒子の特性評価技術を生み出すために、ナノスケールに適用され、これは TRPS トゥーナブルリシスティブパルスセンシング。意味、調整可能な抵抗パルス検出。略称。 TRPS と呼ばれる。TRPS は、ドラッグデリバリーのために、化学収縮されたナノ粒子、ウイルス様粒子、リボソーム、エキソソーム、ポリマーのナノ粒子、マイクロバブルといった、多様なナノ粒子の高精度な分析を可能にする。ASTM 企画 ASTM 企画には、様々なものが作成されている。その多様性を説明するために、コールター原理を利用した。 いくつかの ASTM 規格を以下に列挙する。さらに、国際標準化機構ガイドライン文書の一つが、コールター権利に基づいて作成されている。なお、上記の ISO13319 をもとに、日本工業規格では以下の規格が定められている。放射線被爆した場合、分裂が盛んな細胞ほど悪影響を受けやすい。その代表例の一つが、 リンパ球のような白血球である。さらに血液肝細胞も打撃を受けやすく、被爆からの時間経過に伴って寿命の短い血小板のような血球も減少することがある。w r h o g w c o l t a Aplatus and Method for Measuring, A Dividing Particle Size of, A Particulate System. ユナイテッドステーツパテント355万7352アメリカ合衆国特許百739万7232号コールターカウンターハット RW デブラは c p b インカウンティングサイジングオブサブマイクロンパーティクルズバイザリシスティブパルステクニックレビューオブサイエンティフィックインストルメンツ419009916ビブコード1 9 7歳。 41-909-D-DOI-10.1063-1.1684724 マーシャルガン・グラハム・ザ・コールター・プリンシプル・ファンデーション・オブ・アニ・インダストリージャーナル・オブ・ラボラトリー・オートメーション8-72-81サイトメトリー・ボリューム 10-ADVD シリーズプロデュースト・バイ・ザ・パーデュユニバーシティ・サイトメトリー・ラブス HTTPWWW. サイト、パーデュエドゥ、セディロムズ、サイト 10A、セマナルコントリビューションス、コールター、HTML ハットンフ2149から01、細胞の自動分析のための標準試験方法、単細胞検索液を数え、サイズを決める、電気的感知対法。ありがとうございます。